にちは、弟ペットです。一緒に作ろうシリーズの今回の作品はアメリカンコッカースパニエルになります。お耳の毛がクリクリとして、手足尻尾の毛もクリクリとした可愛い作品になります。こちらお座りで高さが20センチほどある大きさのある作品になるので、玄関などに飾ってもとっても可愛いと思います。2回に分けて作品の作り方を紹介しますので、皆さんも頑張ってお付き合いください。では早速材料を紹介しますね。材料はニードル綿綿を2個と、色違いのピンクのニードル綿綿を1個、植毛ストレートの552番、ピンマンが522番で、こちらは同じお色でカールが効いているものです。この2つを使い分けてアメコカさんの毛質の雰囲気を表現したいと思います。それに白の植毛ストレートを用意されてください。そしてほんの少しだけ、これはクローバーさんのパフールのライトマスタードとブロンズになります。これはね、このアメコカちゃんのこの鼻の周りとか目の縁のところに使うので用意してます。あと浜中さんのブラック9番、こちらを使います。これもね、黒もほんの少しなんですよ。ちょっと少しのためにこの袋買ったりとか、このクローバーさんのライトマスタードとブロンズ買うのも、一袋ずつ買うのもちょっとどうかなって思うんですけど、黒は絶対必要です。この2つはまあちょっとなくてもいけるかなっていう感じですね。このブロンズの代わりには白と羊毛フェルトの黒をブレンドして、このライトマスタードの代わりにはこっちの濃い感じのこのね、これを使えばいいかなと思います。骨格に使うワイヤーと、これはダイソーさんの30センチのモールを5本使います。それから鼻を作るためにダイソーさんの樹脂粘土のブラック、手にひっつきにくくて形成しやすいです。今回使う目玉はボタン目の9ミリを使っています。こちらが材料になります。これを使ってこの子をみんなで作っていきます。第1回目の今日はお顔から作っていきます。ほっぺのタプッとした感じの表現の仕方も紹介しますので、ぜひ頑張ってお付き合いください。では早速作っていきましょう。ニードル綿で頭の土台を作ります。開けていただくとこのようにシート状になってます。こちらを端からだいたい5センチぐらいの幅で手で裂いてください。これを手前から圧をかけながらくるくると巻いていってください。途中で中までしっかり刺すとほどけなくて圧がかかっていきます。動物作りに役立つニードル綿の基本の丸め方や形の作り方の動画も別に配信してますので、そちらを見てもらってからこの制作を始めるとやりやすいかなと思います。ゆっくりと中心に向かっていろんな方向から刺し固めていってください。時々手の中に綿を入れてこのように転がしてください。しっかりと固めました。だいたい直径5センチぐらいの丸に作りました。こちらをワンコの頭の土台に使います。ここに目玉をつけます。目玉は9ミリのボタン目を使います。顔になる方を少しこう平らにしてもらって、ちょうど半分ぐらいのところですね、ここのところに目玉をつけます。
ニードル針で刺して少しくぼみを作ってください。そこにこのようにボタン目をつけていきます。ボタン目は布団針にタコ糸を通したものでつけます。一つずつつけてください。後ろで引っ張って結んでください。反対側も同じようにつけてください。ボタン目をつけたら後ろの糸が邪魔にならないようにここに少しだけニードル綿を乗せて留めておいてください。ここにマズルをつけていきます。マズルはこの目と目の真ん中の線を結んだ線より下につけます。ニードル綿を乗せて上の方先に留めます。この部分を巻いて下を留めます。うまくマズルがつけれるように頑張ってください。失敗したら引っ張って取って何回もやってやり直しながらいい感じのマズルになるまで頑張ってください。横はこの目のラインよりこちら側にはみ出さないようにつけていきます。足りないところには少し足すなどして形になるまで一生懸命頑張って作ってください。肉付けしすぎた時はハサミなどでこういらない部分をカットして形を整えるなどしてマズルらしい形に作り上げてください。ほっぺのところは細くします。この方に三角になりました。ここに花がつくんですけど、ここのところ、花の下のところをぐっと差し込みます。これでこの部分がタプタプした感じになります。ここに下顎を作ります。ニードル綿をここの部分に下から差し込む感じです。結構高さありますよ。これ、2センチぐらいありますね。2センチぐらいマズルの高さしてます。後からちょっと高すぎたなと思ったらこう押さえればいいので、これぐらいのマズルは作ってた方がアメコカちゃんらしくなると思います。目の下にもほっぺを作ってあげてください。このように足りない部分は少しずつニードル綿で肉付けしながら作っていくといいと思います。余分なはみ出た部分とかは土台のうちにカットしてください。でおでこは結構まん丸くしてあげといてください。鼻のガイドラインを書いておきます。このマズルの上の方に鼻を黒の羊毛フェルトで作っておきます。これがつくとお顔のイメージがしやすくなりますので、鼻を先に描いておいてください。口のラインもこの時つけておきます。黒の羊毛フェルトで下唇を描いてください。アメコカちゃん飼ってる人はね、自分のワンちゃんの口の線を見ながら描かれるといいと思います。この横のところは
目のラインよりちょっと手前側に来るように口の止めの線を描きます。同じぐらいになるようにしてくださいね。左右が で、ここのほっぺのタプタプのところ、ほっぺですかね、これ何ですかね、上顎の鼻の下のタプタプのところ足りないなと思ったら、ここにもニードル綿を少し足してふっくらしてください。で、差し込みすぎたりしたら鼻とかは切りを使ってグッと引っ張り出してあげてください。いつもこう切りで調整しながら制作していくといい感じに表情もつかめます。お顔の微調整をこの段階でしっかりしてくださいね。横のところはキュッとこう細くしておく。形作る時にふっくらさせたいなとか肉つけたいなって時は切りで引っ張り出して形を整えて、その部分って柔らかくなってるので、そこにニードル綿を少し差し入れてください。差し固めすぎて硬くなったら、いらないところはハサミでカットしてください。アメコカっぽい輪郭になったと思います。植毛していきます。クリーム色っぽい子を作ろうかなと思います。今回私はベースにこの植毛ストレートの552番を使いたいと思います。羊毛フェルトを植毛したい毛の長さの倍とちょっと長くしてください。3センチにしてます。これにこのおでこのところからマズルに向かって植毛していくんですけど、少しこの部分は明るくしたいので白をブレンドします。ブレンドの仕方です。合わせてこのように指の上で混ぜてください。くしで混ぜる方法もあるんですけど、これが一番毛の方向も揃って私は好きなので、面倒ですけど時間かかりますが、いつもブレンドするときはこの方法でブレンドしてます。先にいっぱい作って並べておくと途中でブレンドしなくていいと思います。では植毛していきますね。この頭の頂点に乗せて毛の半分のところを刺します。このように刺していきます。針でパタッと向こう側に倒して付け根を刺します。厚いまま乗せて止めて半分に折るとすごい量になります。なのですごく薄く広げてから乗せて植毛してください。この方法でここまで頑張ってやってくださいね。こうやって自分でブレンドしながら毛色を作っていくと、もう後から二度と同じ作品はできないです。本当に世界に一つだけの作品になるので、面倒でも自分のしたい色を目指してブレンドしてみてください。いつも毛のブレンドは私はもう面倒くさくても手間かかってもこのように指の上で少しずつブレンドしながらその子の色になるように制作してます。途中で眉毛用のくしなんかこう小さいくしで毛並みを整えてあげてください。しっかりとけばこうボリューム出すぎたなと思った分は抜けちゃうので、これで調整しながら植毛していってくださいね。ここまで植毛してます。この目のこのラインのところのクリーム色のまま植毛します。目の周りは少し明るめで
白多めのブレンドで植毛します。この目の玉に傷がつかないように植毛してください。ボタン目の下のところにも毛が入り込むように植毛してください。毛の流れは中心から外に向かって流れる感じです。鼻の上のところ、ここは少し毛の色を濃くしたいのでクリーム色のまま植毛していきます。マズルのところは毛を短くしてしまうので、しっかり隙間が開かないように植毛してくださいね。タプタプのところはちょっと白多めで、ほっぺのところはここに乗せて、このようなラインで植毛していってください。目のところもしっかり目の下まで植毛します。目の縁も目の玉の下に針を入れるような感じで植毛していってください。解いてあげて毛の流れを整えてください。マズルの植毛は羊毛を刺したらカットして、植毛してないところがないか、ハゲができていないか見ながら植毛してください。植毛して毛の流れを櫛で整えます。余分な羊毛を避けてください。カットしていきます。毛の流れを整えてからカットしないと変な方になっちゃいますよ。ハサミを寝かしてほんと少しずつカットしてください。余分な羊毛を落としながらカットラインを見てください。慣れない方はほんと少しずつ切っていってくださいね。ガサッと最初から切っちゃうと切りすぎてあーってなります。もし失敗したらですけど、その時は失敗したところの毛をむしって、そこに新たに新しい毛を植毛してカットし直してください。決して失敗したからといって諦めないでくださいね。やり直ししてくださいね。このマズルのところは土台にハサミをつけてほんと短くカットしてください。毛の流れを整えるときは小さい櫛とか、あと毛先の柔らかい歯ブラシとかを使ってうまくいきます。植毛していて混んじゃったりしたところはヒリを使って引っ掛けてグイッと引っ張り出してあげてください。植毛が足りないなと思うところはカットするとわかるので、またそこに毛を避けて植毛してなじませてからカットします。目の周りに表情をつけていきます。黒の羊毛フェルトを細く寄って目にアイラインを引いていきます。これをすることでぐんとこうリアルになりますよ。目頭から目尻に向かってアイラインを引きます。下のラインも引きます。これだと目が小さいなと思ってもアイラインを引くことでぐんと目がパッチリします。アイラインを太くすると大きな目に見えてきますよ。これでもいいんですけど、使っているこのベースのクリームより少し濃いめの茶色を用意します。それを目の周りに入れていきます。もうほんの少し目の縁に入れてあげると
よりリアルになると思います。ワンちゃんって目頭のところに目開け入れてあげると結構よりリアルになります。全然違いますよね。両方してあげてくださいね。そしてこの鼻のところにも少し濃いクリーム色を入れます。この濃いところと薄いところを作っていくと結構リアルになってきますね。そしてこの鼻の下のところ、ここですね、黒と白をブレンドして混ぜたものをこのように細かくちぎって入れてください。浅く刺してカットする。これで色が入ります。ワンちゃんって鼻の下って少しなんか黒くなってますよね。それを表現できます。このような細かい色の変化をきちんと表現することでより本物らしい、より可愛い作品になると思いますので、頑張ってやってみてください。反対側も同じように表情つけてくださいね。他の表情を両方につけてみました。アメコカちゃんのここの頬のところはちょっとグッとこうつまむと結構面長な感じ出ると思います。こんな感じですかね。次に顎の下のところですね、ここに植毛していきます。でこの横の首のところとこの口のこのところをもうちょっとリアルにしたいと思います。この口の最後の終わりのところ引っ張り出してください。この首のところですね、ここも手前に引っ張って確認します。こういう感じになります。顎の下にも植毛します。これを乗せて刺してからカットします。土台より少しだけハサミを浮かせてカットしてくださいね。そしたらこのケバケバな感じが残りよりリアルになります。ここは植毛というよりも色入れしてる感じですね。口角のところも綺麗に色入れをしてください。私はこうやったら可愛いだろうなっていうアメコカちゃんを作ってますが、皆さんはモデルさんを見て作ってくださいね。もういなくてただアメコカちゃん作りたい人は私と同じような色入れでやってください。口角のところに少し濃い色を入れました。お顔の雰囲気ができてきたと思います。ここにお鼻をつけたいと思います。鼻を作ります。接着剤をのせて、鼻だけ別に作ってつける方法もありますが、大きさとかうまく合わせるのが難しいので、私はいつもこの直接作品の上で鼻を作っていきます。ガイドラインに沿ってしっかりとこう接着剤をなじませたら、そこに樹脂粘土の黒を丸めてのせます。鼻の形に指で整えていきます。あ、ちょうどいいぐらいの量でしたね。この鼻の量もこう調整しながら、ここで多かったら取ってくださいね。鼻の形に整えながらなじませていきます。鼻の穴を描きます。霧で穴を開けます。針先で真ん中の線を引いて鼻の横のラインを引きます。これでお鼻の形が
できました。ツルツルの場合はこのままで、もしデコボコさせたい場合は、キリの針先で頑張ってチクチクしてください。そしたら、デコボコはデコボコってしたような感じのお花になります。これに、色を入れたい方は、アクリル絵の具で色を入れたり、このままツヤツヤにしたい方は、この上にニスをかけたりしてください。これでお顔の中身ができました。お耳を作っていきます。スポンジを用意されて、その上に布などをかけて、これを台にして、お耳シートを作っていきます。市販の台なんかも売ってますので、そちらを使われてもいいと思います。ニードル綿のピンクを用意されてください。ちぎって広げると、シートになってます。広げて台の上でまっすぐ刺すんじゃなくて針を少し斜めに寝かせてこのように刺していってください。浅くチクチク刺して薄くシートを作っていきます。時々布ごと引っ張って作ってるシートを剥がしながらシートになってきたら剥がす。これを繰り返してください。いつまでもこうずっと刺し続けるとこのスポンジにシートがくっついてしまって外す時にとても大変です。作業の途中で何回か剥がしながらを繰り返して作ってください。このシートの大きさですが、お耳の部分をすっぽり隠すぐらいの広さで、お耳を2枚作るので広く作ってください。こちらをある程度固まったら、なかなかうまく薄くいかないなっていう時はこれをアイロンがけしてください。布と布に挟んでアイロンをかけるとペタッとなります。ではそこまで頑張ってください。薄くシートができたらこれを耳の形に切っていきます。耳の大きさはここにお耳がつきますので、こことここの長さ、大体この位置につきます。お耳は三角なので、この位置とこの位置の長さ、まずその長さに切ります。ここですね、角を合わせて、この下ぐらいの長さまでで三角に切ります。同じように2枚作ってください。重ねて同じように取れるところでね、作ってくださいね。2枚できました。こちら側がお顔のラインで、ここが後ろ側になりますね。ここが上つける部分になります。こちらに植毛していきます。植毛に使う羊毛フェルトはでカールというのがあります。これを使います。アメコカちゃんの耳の毛ってカールが効いてますよね。なのでこのカールの羊毛フェルトを使っていきます。これどうやって使うかっていうとね、ハサミで適当な長さでカットして、この中に、わかりますかね？この中にね、黒い糸が、この糸をスッと引っ張って抜きます。で、こちら2本入ってるので、1本抜きましたよね。で、真ん中のところに、もう1本入ってます。これをスッと引っ張って抜きます。あんまり長いと、引っかかって抜けないので、この長さは、自分が抜きやすい長さで調整してください。スポンジの台にお耳を乗せます。この三角の、ここが頭につくところですね。ここが耳の端になります。なので、このように植毛していきます。これぐらいですかね。長めにカットします。皆さんにはこの白の台の上じゃ見にくいので、ちょっとこれ避けますね。
薄く広げます。結構束になってるので薄く広げてください。これを乗せます。で、指で挟んで止める感じです。お耳シートにカールした毛が止まるような感じでつけてください。そこもというよりもこのシートに乗せてる感じですね。耳タブのシートの方からこのカールした毛に向かって軽く刺してください。取ります。これで結構しっかりついてくれます。この耳シートの厚みの部分のところにもきちんと色を入れたいのでここにもつけます。反対側もつけます。下の方の長さは後で調整するので気にしないでください。これを2枚作って置いておいてください。では頭を胴につけていきます。